ケビン・マッカーシーはアメリカ合衆国の俳優。ワシントン州シアトル出身。姉に作家のメアリー・マッカーシー。かつてはミネソタ大学で英文学を学んでいたが、友人の勧めでシェイクスピアの舞台に立ったことから演劇に興味を持ち始める。後にブロードウェイデビューを果たし、数多くの舞台に立つ。 1951年に制作された映画セールスマンの詩で舞台で演じた役と同じ役柄で演技を披露しゴールデングローブ賞に見事輝きアカデミー助演団優勝にノミネートされている SF 映画などにも顔を出しており1956年に制作されたボディスナッチャー恐怖の街では主役に抜擢されているその後も多くの映画や テレビドラマなどに出演して雰囲気を盛り上げている。1980年代などはジョーダンテ監督の映画の常連俳優であった。1995年に制作されたアンディガルシア主演の悪魔たち、天使たちではトンネルズの石橋孝明とも共演している。90歳を過ぎるまで現役の俳優として活躍を続けていたが2010年9月11日、 マサチューセッツ州ケープコットの病院にて生居。96歳没。ありがとうございます。